こんにちは、ゆしきです。動画を見ていただきありがとうございます。今回は Windows と Mac どちらのパソコンを購入したら良いのかについて解説していきます。生活や仕事でも使うものといえばパソコンがありますよね。一言にパソコンといっても様々な機種が登場しており、見た目やスペックなど様々な違いがありますが、その中でも Windows と Mac どちらを購入しようか迷う人も多いでしょう。Windows、Mac どちらを購入すればいいのか、まあ、この問いに対して結論から言うと基本的に Windows パソコンがおすすめです。まあ、僕はこちらにも合う通り家では Mac を使っています。なぜ Mac を使っていいのもかかわらず Windows パソコンがおすすめなのか、まあ、そちらに関しては Windows と Mac それぞれのメリットを紹介しながら解説していきます。まあ、大前提にはなるんですけども、パソコンといっても、まあ、機種やメーカー、スペックなど異なりますので、今回の内容が必ずしも正しいとは言えません。しかし Windows と Mac のパソコンの特徴を把握するのに参考になる内容だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まあ、そもそも Mac と Windows の違いって何なのって疑問に思っている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、この後もまあ紹介はしていくんですけども、大きな違いとしては OS にあります。 OS とはオペレーティングシステムの略称で、アプリやパソコン自体の操作をする上で基盤となるソフトウェアです。もうパソコンの基盤となるところにはなりますので、 OS が異なればパソコンでできることや、まあ、そもそも操作性なども変わってきます。なので Windows または Mac を選ぶ上で、まあ、この OS はとても重要なものとなります。まあ、Mac の方でも Windows が使えるようにすることはできるらしいんですけども、まあ、今回はこのあたりちょっと省略します。 OS の違いについてお話していきましたが、まず Windows パソコンがどのようなメリットがあるかについて解説していきます。まず Windows パソコンは対応しているアプリやソフトが多いメリットがあります。まあ、この動画を視聴されている方も多分学校の、まあ、パソコンの授業で触っていたのって Windows だと思うんですよ。まあ、Mac 自体が、まあ、ここ10年ぐらいで普及し始めたものなので、まあ、パソコンが普及する中では基本的に搭載されていた OS は Windows だったんですよ。なので多くのパソコンソフトやアプリは基本的に Windows に対応しています。まあ、搭載されているチップによって、まあ、対応するかどうかも分かれてくるのですが、まあ、Windows であれば、まあ、基本的に Steam やゆっくりムービーメーカーなど明確に Windows でしか対応していないソフトも多く存在します。そして次に Windows パソコンは様々な周辺機器と互換性が高いです。まあ、パソコンはまあソフトやアプリ以外にも、動画配信者であればマイクを使うためにオーディオインターフェースも接続するなど、まあ、外部の機器を接続することで、まあ、利用用途って、まあ、結構増やせるんですよね。まあ、このような外部機器は Windows と非常に相性がいいことが多いです。まあ、僕もここにオーディオインターフェース持ってるんですけども、このオーディオインターフェースのソフトが Intel Core 対応で、今この Mac に搭載されている M1 チップ以降のモデルは対応してないんですよね。まあ、一応使うことはできるんですけども、このオーディオインターフェースを使うためのアプリが対応していないので、まあ調整するのがまあ結構難しいんですよ。まあこのように Mac の最新の機種に対応しないっていうことも結構あります。ただ Windows であればまあ基本的に対応しているものが多いので、まあこの互換性の高さは Mac のパソコンを使うよりもまあ後々にまあ結構有利となります。で、最後に Windows のパソコンはまあ値段が安い傾向にあります。まあ、パソコンといってもノートパソコンから据え置き型や、まあ、ディスクトップ一体型などもあり、まあ、本当にまあピンからキーなので、まあ、一概とは言えませんが、ただ Mac に比べて Windows の方がコスパがいい傾向にあります。まずノートパソコンなら最新の MacBook Air は最低でも16万円しますが、レノボのノートパソコンは約5万円から購入することができます。まあ、Apple の中でも比較的にコスパよく購入することができる最新の Mac Mini は、まあ、最安値だとまあ約8万円で購入できるのに対して、先ほどのレノボのまあコンパクトな据え置き型タイプのパソコンは約7万円から購入することができます。まあ、搭載されているまあチップとかまあそういう性能差っていうのはまあどうしても出てくるんですけども、まあそれでも Windows パソコンの方がまあ手が届きやすい金額帯で売られていることが多いです。まあこのように使い用途が広くてコスパがいいのが Windows パソコンの魅力と言えでしょう。ここまで Windows のパソコンのメリットについてお話ししてきましたが、ここからは Mac のパソコンのメリットについてお話ししていきます。まず最初のメリットは専用のアプリを使うことができることです。 Mac では iPhone にも入っているメモや写真というアプリを使うこともでき、同期してリアルにデータのやり取りをすることができます。さらには Logic や Final Cut Pro などクリエイター向けの高性能アプリを購入して使うことができ、まあ、買い切りではありながら
アップデートでより便利な機能を追加して使うことができます。僕はロジックプロ持ってるんですけども、まあ、本当にどんどん新しい機能や音源使えるようになって本当に使う幅がどんどん広がるんですよ。まあ、このようなアプリが一度買ってしまえば、まあ、どんどん便利になっていくっていうのは本当に Mac の最大の魅力ですね。で、次のメリットは Mac は iPhone と iPad との連携機能が充実しています。まあ先ほどのアプリの話の延長線にはなるのですが、同じ iCloud アカウントを使えば iPhone で操作した内容や写真などを同期してリアルタイムでデータのやり取りをすることができます。ただ iCloud は、まあ、一度クラウドにデータを移して、まあ、それが Mac でも使えるっていう仕組みなので、まあ、高画質の動画とかだと、まあ、どうしても時間かかるんですよ。しかし AirDrop という機能があって、まあ、これであれば送りたいデータをケーブルレスですぐに送ることができるんですよね。まあ、この機能を使ったら iPhone で撮った写真や動画を Mac で編集したり、 Mac で作った資料を iPad に入れて、まあ、プレゼンに使ったりするなど、まあ、データのやり取りがケーブルレスでできるので、まあ、作業効率を上げたりとか、ケーブルをつなぐなど、まあ、ちまちました作業がなくなって、まあ、ストレスが感じなくなるとか、まあ、そういう面でも、まあ、この連携機能はかなり助かります。まあ、僕も基本的に iPhone で撮った動画をこの Mac に AirDrop に入れて、まあ、そこから動画編集してそのまま動画を投稿したりとか、まあ、動画で発信する内容を Mac でまとめて、まあ、それを iPad に入れて台本にしながら、まあ、動画を撮ったりとか、まあ、かなりこのあたり助かっています。で、最後の Mac のメリットは選択肢がシンプルということです。まずパソコン選び自体で、まあ、ストレージとか、まあ、メモリとか、まあ、こういうのを選ばないといけないんですけども、さらに Windows に関してはそのインテルコアか、まあ、Ryzen どちらを選ぶかとか、まあ、そもそも、まあ、レノボなのか、マウスなのか、エイリアンなのか、まあ、HP なのかっていう、まあ、メーカーとか、まあ、ブランドを選ぶ必要もありますので、どれを購入すればいいのかって選ぶのが、まあ、めちゃくちゃ難しいんですよ。一方で、Mac はもうメーカーが Apple しかないので、まあ、ノートパソコンなら MacBook、据え置き型なら Mac mini や Mac Studio、ディスプレイ一体型なら iMac といった感じに自然と選択肢を絞ることができます。まあその中から、まあストレージとか、まあ、メモリとか、まあ最近はちょっとチップも選べるようにはなってるんですけども、本当にこの3つぐらい、まあ3つ4つぐらいしか、まあ本当に自分で選ぶことがないので、非常に簡単に選ぶことができます。ここまで Mac と Windows パソコンのメリットをお話ししてきましたが、冒頭で Windows パソコンの方がおすすめともお伝えしました。ではなぜ Windows パソコンの方がおすすめなのかというと、パソコンで購入するのに重要なのは買ってから何をするかが重要だからです。 Windows パソコンであれば、まあ、Mac のソフトやアプリを使うことはできませんが、ただまあ動画編集とか、まあ、音楽作成、まあ、ゲームなど、まあ、これらをすることができるアプリって、まあ、非常に多いんですよね。一方で Mac は Steam のゲームはほんの一部しか対応していなかったりとか、ゆっくり実況の動画を作ることができるための、まあ、ゆっくりムービーメーカーというソフトに対応していません。で、まあ、この動画の内容でもお伝えした通り、まあ、一部の外部機器に対応していないケースもあります。なので、Mac のパソコンを買うと、これをやりたいって思った時に、できなかったっていうことって、まあ、かなり多くなってしまうんですよ。まあ、僕も Mac を持ってるがゆえに、Steam で、ちょっと前にオンリーアップってゲーム流行ったじゃないですか。あれやってみたいなって思ったんですけども、Mac 対応していなくてできなかったんですよ。さらにはまあ YouTube 動画だったら、まあゆっくり実況流行ってるじゃないですか。あれも裏でやっとこうかなって思ったんですけども、まあゆっくりムービーメーカーが対応していないので、まあゆっくり実況作ろうと思ったら作れるとは思うんですけども、まあ非常に手間が多くなってしまいますので、まあ諦めてしまったんですよね。なのでまあ僕のように後悔してほしくないためにも、Mac よりも基本的に Windows パソコンの方がおすすめという結論に至りました。とは言っても、まあメリットのところでお伝えした通り、Mac は Mac で、まあ、専用のアプリが使えたりとか、iPhone や iPad との連携機能が、まあ、優れているっていうのは、まあ、Windows パソコンにはない長所です。なので、まあ、Mac には Mac にしかない強みっていうのもありますので、よく考えてから Mac を買うか Windows を買うか、まあ、判断してみてください。で、まあできることなら、まあノートパソコンをMacBook にして、で、据え置き型を Windows にする。まあ、その逆でもいいんですけども、こうすることで、まあ、Windows でしかできないこと、Mac でしかできないこと、まあ、どっちとも保管することはできますので、まあ、このように考えて購入するのもありじゃないでしょうか。まあ、ぜひ、この内容を参考に、まあ、今後、パソコン選びに活かしてみてください。今回の内容は以上となります。
このチャンネルでは生活で役立つガジェットについての動画を投稿していますので、チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画投稿の励みになります。次回の動画でお会いしましょう。それでは。